好きなところっていうのは本当にたくさんあるんですけれども、うん、まあでもこう恥ずかしい。皆さん映画いかがでしたか。ああ見終わった後ですもんね。いやありがとうございます。本当に嬉しいです。すっごい嬉しいです、ね、今最高でしたって声もね聞こえてまいりましたけど、ね、もう本当に里見くんのねあの紅がもう本当最高で本当素晴らしい本当素晴らしい紅ですよね。ありがとうございます。はいはい、まあ、終始裏声が気持ち悪いので皆さん漏れなくあの気持ち悪かったと思いますけどあのご愛嬌ということで、はい、やっぱり映画ってあのただあるだけじゃ存在しなくてこう見ていただいて初めて完成されるものっていうのをまさに皆さんが体現してくださっているっていう体感をしています。はい、さっき聞いたんですよ、2回目以上の人どれぐらいいますか。ありがとうございます。すごいこのまま行こうと思うんですけど、まさかの5回目以上の人。いやー、すごい。いやでもこれ僕試写し一緒にね、はい、あの見たんですけど、僕2回見てるんですね試写を。で、あの初めて見た時に、はい、あ、一緒に最初は、はい、見ました。でその時にこう。僕たち2人ともその原作もすごく大好きでこうどういうふうに自分たちがやったことを昇華すればいいのかっていうのにちょっと戸惑ったんですよね。ですけど2回目見た時に何か何かが大きく変わっていて、そのよく1回でも2回でも見てくださいっていう何か宣伝文句っていうんですかあると思うんですけど、まあ、なんか一回見ていただいて届くことをまああの心がけてると言ったら変ですが、そういうことをすごく大切にしていて、ファーストインプレッションみたいなものを。ですけど2回目見てさらに自分の中で面白くなっているっていうか、自分たち自身でも気づかなかった情感みたいなものを感じられて、それはちょっと初めての経験だったので、また5回目には5回目のなんかムードみたいなのがあるのかなっていうふうに思いますね。いやきっともしかしてそれよりさらの人いますよね。え、まさか10回目以上って人います。ちょっとすごくないですか。え、ちなみに何回ですか。いいんですよ、大きな声で今。10回。ありがとうございます。何回ですか。11回。ありがとうございます。何回ですか。13回。そうですか。ありがとうございます。お二人揃っていろんなところで頭下げてます。すごいですよね。いやすごいですね。なんかもう本当に嬉しいです ね、 ね、はい、だってさっきちらっと SNS の、 あの感想を私読んでたんですけど、はい、もう早くもう一回見ないと禁断症状がとか、あとトミカのセンチュリー買ったとかトミカのセンチュリー買った。あ、買おうかな僕。可愛いですね。飾って二人のことを想像してるんでしょうね。嬉しいですね、はい、そして教授の足の長さは5メートルと。5メートル。いやいやいや、あのでもそれいじってもらえるのってすごく嬉しい、ね、作品が愛されてる証拠ですよね。先ほどなんか5センチっていうふうにおっしゃってました、はい、どっちかというと5センチ側なので、はい、今みんなシーンとしましたよね。全然もうどっちかというとそっち側がリアルでございます。お互いの好きなところを2つ教えてください。本当は3つって書いてあったんですけど、ちょっとお時間の都合で2つにさせていただきます。はい、ではじゃあ斉藤純さんからいきますか。じゃあ綾乃さんの好きなところ2つ教えてください。いや短く抑えられないです絶対。でも本当にいっぱいあって、でもその好きなところっていうのは本当にたくさんあるんですけれども、うん、まあでもこう恥ずかしい、大きく挙げるとしたらあの、まあ、こう優しいかっこいいだったり、でそこを枝分かれしてこうなんかあのインタビューでのこの言葉選びがもう毎回聞いてて感動するだったりとか、もうこういうことばっかなんですよ。だからあの短く言葉にはできないんですけれども、あの好きなところはたくさんあります。ありがとうございます。大きく言うと優しいかっこいいですね。じゃあ綾乃さんはどのワードが2つ一応です、たくさんあると思いますけど、もし2つ挙げるとしたら、まあ、言葉的に今優しいかっこいいっていうふうに斉藤純くん言ってくれましたけど、はい、綾乃さんが斉藤純くんを見て、そうです、見るというか一緒に接してみてどうですか。
そうですね。まあ、僕もあのちょっとたくさんあるんですけど、なんかその人とのこう距離感の中にやっぱり純くんって必ず相手に対するリスペクトがあるんですよね。でそれってその僕がその年齢の時にそのリスペクト の, このニュアンスみたいなことを体感できてたかって言ったらできてなくて、でそのリスペクトしてるっていうことを今度行動に起こせる人なんですよね。思うことと行動がどっちも伴ってる人、なんかその2つが本当に素晴らしいなと思っていて、現場でもそうですし、こうやっていろんな舞台挨拶を経ていく中で彼の成長をこうなんていうんですかね、一番近いところで見ていたつもりがこういつの間にかこうどん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 違ったリスペクトの仕方、思い方っていうのを毎回毎回更新していってる姿に感動しますし、あの個人的にヒコロヒーさんに関してもあるのが全く動じない、その動じなさとやっぱ一本線スコンって通ってるっていう、それはなんかあの番組とか拝見させてもらっている中でずっと感じてたので、今回自分のおかんをやってもらえるっていう話を聞いた時にめちゃくちゃ嬉しかったので、今日こういうふうな形でねお会いできて改めて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。私まで言っていただいてありがとうございます。ヒコロヒーさん、このお二人初めてお会いしましたけど、はい、どうでしたか、お会いになってみて。いやもう男前でもうちょっとね男前で、あれなんでここだけ全然ウケへんのなんでいや本当にで、あのすごくこう映画ももちろん見て、もう映画自体に自分も出てる見ながらもめっちゃいい映画やなというか、もう楽しいし、なんかこうほんまいい映画いいになんか邦画を見たなみたいな気持ちで、なんかだから今日お会いしてもあ出てた人たちやぐらいの気持ちで嬉しかったです。すごい優しいしナイスガイ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。センター行ったら上行って下行きます。はい、じゃあ上手チーム、私側の人たち、あの目線下の人どんどん手挙げちゃってください。はい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 、他の人どうぞ。いいですか、目線大丈夫ですか。はい終わったら下行きますよ。下の外側から内側行きます。